万楽。ただいま。ということで、今週もですね、週刊文春ですね、2月29日号ですね、昨日発売されたんですかね、今日は23日金曜日夕方6時ぐらいです。これは私も内容を読ませていただきました。はい、訴状を公開するということで、松本人志氏側からの訴状をですね、週刊文春が受け取ったということで、これの詳細について語っておられました。全13ページの訴状だったらしいです。まあ、その中には A 子さんの発言部分と B 子さんの発言部分、記者の発言部分、関連部分含めて、12項目かな、12項目について争うということでありました。これに対して週刊文春さん側はですね、綿密な取材をしておりますと、つまり真実性あるいは真実相当性は立証できるというような論調でした。で、文春側はですね、この女性の証言を信じた合理性についてですね、十分な取材をしているんだと。ですから、この女性の言ったことは真実性があるということを確信を持って記事にしたと。例えばですね、A 子さんと B 子さんですね、これは去年の12月27日に発売された、つまり今、訴訟になっている第1弾の週刊文春の中の記事であります。 A 子さん B 子さんの証言の共通点ですね、携帯電話を没収されたパーティーで没収された、そしてまたゲームが始まったみたいなところですね。それとその A 子さんが持っていた松本氏の携帯電話番号と週刊文春が入手していた松本人志の携帯番号が合致するとかです。当時 A 子さんが被害を受けたとされる時期の髪の毛だったり服装だったり、そういったものの証言内容の確認ですね、あるいは20時間以上にわたって、聞き取りをしたと、あるいはそのホテルの実況見分もしたということで、さまざまな取材を重ねたということですね。文春はもう真実相当性に、ポイントを絞ったなっていう感じがしております、現時点でのこの記事によりますとね。で、まあ、文春側はもう何回も言いますように、こういう名誉毀損裁判等々慣れてますから、戦い方も知っています。まあ、お金もそう、まあ、軍資金もあるでしょう、それ相当にですね。で、弁護団も抱えてますから、まあ、相当準備をして、この記事を書いていると思われますので、名誉毀損裁判では、ちょっと何回も言いますけども、松本氏側は、ちょっと厳しいのかな。真実相当性といった中ですね。で、松本氏側はやはりパーティーがあったかなかったか、性行為があったかなかったか、そこは争点争わずに、やはり、性的な強要された性被害にあったんですね、性的行為を強要したという客観的な証拠はないということなので、おそらく性的行為を強要したかどうか、この一点に絞るんだと思います。もう前からずっと言ってますけれども、おそらくここに焦点絞るんだと思います。それでそれがあったかなかったかというのですね。で、性的行為を強要したというレッテルをこの記事によって貼られると、社会的評価を著しく低下させる、精神的な負担も甚大である、それに対する損害賠償請求ということになろうかと思います。で、松本氏側は性的行為を強要したという客観的証拠は存在しないにもかかわらず、一方的な供述だけで、その A 子さん B 子さんですね、一方的な供述だけで、を取り上げて記事として掲載するという極めてずさんな取材活動に基づくもの
それによって社会的評価を著しく低下させられたということであります。で、まあ、訴状にはですね、通常何が事実で何が虚偽なのかを具体的に書くのが、まあ、普通なんですが、これには書かれていないということですね。つまり、松本氏側が争点にする同意の有無ですね。同意があったかなかったかという争点で考えれば、同意への流れを書くべき、訴状にですね、どういうプロセスを追って、お互いが同意したのかというですね。で、まあ、初対面で、その、ホテルで会って、で、初対面で、そこから同意を得るに至った過程、等々を訴状に書くべきであるが、それは書かれていないという指摘がありました。で、この同意があったかなかったかというのはもう密室の状況なので、これはもうお互いの当事者の証言を出廷していただいて、そこで証言をしていただいて、どちらに信憑性があるか信頼性があるかという判断になってきますよね。まあ、でもここの争点に松本氏側はしたんだろうなと思います。で、僕は女性はもう出廷してもいいということを言ってるみたいなので、 A 子さん B 子さんはですね、特に A 子さんは出廷するということをこの今回のこの文春の記事の中でおっしゃってますので、でこれは僕はもう前々から言うように、やはり松本氏側はですね、松本人志氏側はその同意があったということに自信を持っているんであれば、僕はこの女性を直接、訴えるべきだというふうにずっと申し上げております。で、この訴状がですね、13ページ。これ結構薄いですよね。で、普通は50ページ以上ぐらいになるんですね。こういう裁判の場合は。それが13ページだというのは非常に薄いという感じで、その薄い訴状は、これは戦略なんじゃないか。ですね。あまり具体的なことを言わずに、文春側が証明していく、その文春側のミスを狙ってるんではないかという見方もあるんですけども、まあこれはですね、その戦略もあると思うんですけども、やはり今回のこの、真実相当性あるいは公益性公共性等々についてはやっぱり文春側に分がありますね、と僕は思います。ですからこの真実相当性というのでは非常にこう何ですかね、やられたなって感じですね。松本人志氏側から見たらやられたなっていう感じですよ。いや、ですので何回も言いますように、強制性があったか同意があったかなかったか、ここを争うんであれば僕は女性を訴えてこの一騎打ちに、した方がいいんじゃないかなと思いますね。これは争点はっきりしますし、でも女性側も出廷してもいいと言っているわけですから、ここはですね、セカンドレイプだとかそういったところは最小限に被害は抑えられるのかなと思います。はい。で、もう今回ですね、新しい証言者っていうのは今後出てくるのかな、出てこないのかな、もうこれぐらいでちょっと打ち止めなのかもしれませんね。11人の証言を得ていて、同じのはその11人の証言の中に共通点があるということで、文春側としては真実に足る取材をしたということで、真実相当性が認められるという自信はあるんじゃないかなと思います。はい。今後ですね、どのような裁判になっていくのかですね、もう何回も言います、こういう裁判をきちっとですね、今後ウォッチすることによってリーガルリテラシーというものも向上しますし、時代背景ですね、これはもう不同意性交今なってますけど、そういうのがどういう場合に不同意性交になるのか、で真実相当性週刊誌に書かれるというのはどういうことなのか、それを名誉毀損で訴えるということはどういうふうな展開が行われるのか、で翻って
まあ、我々、まあ、国民といいますか、まあ、有名人、著名人といいますか、あるいは、まあ、一般社会の方々といいますかね、そういった方々が、女性異性ですね、女性だけじゃなくて男性の異性とこう接触するときにどういうものに気をつけなきゃいけないかというのがこの、あぶり出されてきますよね。明確になってくる、まあ、そういう裁判でもある。特に、男女間の性に関するその接触の仕方ですね、まあ、そういったものも非常に今の時代、今の法律、今の世論、社会風潮、そういったものがよくわかる、そういう裁判になると思います。なので、これ勉強のためにもですね、きちっと分析しながらウォッチしていかなきゃいけない。そういった観点から私は今回の裁判をですね、見ています。今後も注視していきたいと思います。まあ、そういうことで今回はですね、そういうことで。ただいま。